ットワーク5月ライブ配信スケジュールよーい、パパパパパー。はい、まずは3日と4日、京都 KBS ホール2連戦来ました。そして5月5日ドラマジェットワーライブ2022愛知県大館です。決まっているカード、まずオープンザブレイブゲート選手権、それから我らナチュラルバイブスターオープンザドリームゲート選手権試合に挑戦者として出場するセセブさんです。よいしょ、セセブさん一言お願いします。いやもう本当にね、ジャッキー俺は開くよ、この鍵使ってドリームゲート3度目の王座体感してみせますので応援よろしくお願いします。いやー、 OK、 続いて11日東京後楽園ホール、後楽園ホールからドラゴンゲートシングルナンバーワンを決めるキングオブゲート2022開幕、前回王者のケンジパイセン、たま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 ラララララッタ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 、おーおい、I'm defending champion! 聞いたことない。今年も2連覇したっけな、俺だけ見てないんだ。よっしゃ、言えてるか、まだあるよ、まだ心配だよ。次何、続いて15日地元神戸サンボホール、あ、神戸サンボホール、日曜日だ、日曜日、うぅうぅ、そして20、21、22札幌イワスタジアムスコンバット、俺の気合ってたいや、パパパパパ、俺の気合ってた、俺だけ見てるんだ。ここでもね、キングオブゲート何試合か多分やるでしょ、ここもしっかり北海道ドサンコとして錦飾りたいと思います。そして俺も北海道来たい。そして、あ、熊本はないね。熊本はないよ。ないよ。そして何？5月ラスト。ラスト配信は29日。29。こちらも日曜日。日曜日。大阪エディオンアリーナ第2競技場です。はい、エディオンアリーナやってもらいました。肉の日だね。肉の日。食べましょう。はい、行こう。はい。今回何ですか？盛りだくさんじゃないですか？盛りだくさん。いいじゃない。まあだから。ビッグマッチからね、KOG も始まりますし、そうですね、はい、今月、5月のね、ネットワークは、はい、見どころ満載ということで、満載ですよ。ジャッキーどうなの？おい！はい、気に入ってんじゃないよ、行けよ、気に入ってんじゃないよ。5月も盛りだくさんのドラゴンゲート、はい、会場でも、ドラゴンゲートネットワークでも、はい、しっかりドラゴンゲート、ドラゴンゲート、楽しんでください。